が確認できましたが、今こちらからは煙のみ確認できます。塩釜消防によると昨日午後11時19分に火災の通報があったということですが、この火災の地震との関連は分かっていません。またこの火災によるけが人は今のところ確認されていないということです。こちらは塩釜市内の火災現場です。塩釜警察によると塩釜市商用台2丁目の県営住宅5階から出火があったということです。未だ消火活動が続けられています。20分ほど前までは最上階の部屋から火の手が上がっているのを確認できましたが、今は煙のみ確認できています。消防によりますと昨日午後11時19分に火災の通報があったということです。この火災の地震との関連は分かっておらず、また怪我人も確認できていません。こちらは塩釜市内の火災現場です。塩釜警察によると塩釜市商用台2丁目の県営住宅5階から出火があったということです。以上になります。はい、室井記者に伝えてもらいました。ではここまでに入っている被害の情報です。震度6強を観測した宮城県蔵王町です。看板が落下しています。蔵王町の図書館では本や CD が散乱していました。最初は速報来る前に地震がもう揺れ始まってまして、そこからもう緊急地震速報と一緒になって一気に強くなったっていう感じの揺れだったんですけど、私遠方に住んでいるので比較的地盤が硬くて揺れには強いんですけども、それでも結構立てないくらいの揺れでした。自宅はですね、小さい小物とかが落ちてきたぐらいで、それよりはひどくはなってなかったですけども。午前0時10分時点の各消防本部への取材によりますと、宮城の沿岸塩釜市商用台2丁目の県営住宅の火災は怪我人はいないということです。また美郷町内では20代の女性がタンスの下敷きになって軽い怪我をしています。石巻市内では80代の男性が自宅で転倒、頭から出血して怪我をしていますが意識はあるということです。そして東松島市では80代の女性がベッドから転倒して怪我、大崎市でも避難の際に転倒して48歳の男性が怪我をしています。また東北電力によりますと丸森町で4800戸、登米市で200戸、そして宮城県全域で合わせておよそ5000戸が停電しています。お伝えしました。この後も引き続き地震の情報をお伝えします。それでは地震の情報をお伝えしてまいります。気象庁によりますと午後11時8分ごろ地震がありました。これが1回目の地震です。この地震では震度6強を観測しました。最大震度6強を観測しました。宮城県の蔵王町、そして福島県の相馬市、国見町、新地町で震度6強を観測しました。そしてその後最大震度3の地震が2回東北で起こりました。いずれもこの地震では津波の心配はありませんでした。大きな地震の後には再び地震が起こる可能性がありますので、皆様今後の情報にも十分に注意をしてください。そして福島県相馬市の消防によりますと、相馬市内の常磐自動車道で道路50メートルにわたって土砂崩れが発生したということです。自動車が土砂崩れに巻き込まれたという通報がありましたが、実際に自動車が巻き込まれたかについては現在確認中だということです。そして福島市によりますと渡里地区で水道管が破裂したということです。また吾妻地区、三河地区、松川地区で停電が起こっているということです。怪我人などの情報は確認中だということです。福島県の相馬市の消防によりますと、相馬市内の常磐自動車道で道路50メートルにわたって土砂崩れが発生したということです。自動車が土砂崩れに巻き込まれたという通報がありましたが、実際に自動車が巻き込まれたかについては現在確認中だということです。
また福島市によりますと渡利地区で水道管が破裂をしたということです。引き続き地震の情報をお伝えしますので、テレビをご覧の皆様はご注意ください。それではここまでの地震による被害の状況をまとめます。福島県相馬市の消防によりますと、相馬市内の常磐自動車道で道路50メートルにわたって土砂崩れが発生したということです。自動車が土砂崩れに巻き込まれたという通報がありましたが、実際に巻き込まれたかについては現在確認中だということです。また宮城県の被害です。宮城県白石市の仙南地域広域消防本部によりますと、これまでに火災の通報が1件入っていて、木材倉庫から白い煙が上がっているということです。この火災での怪我人の情報はないということです。また119番通報が多数入っているということですが、情報が錯綜していて怪我人の確認はまだできていないということです。変わって鉄道の情報です。 JR 東日本によりますと、午前0時30分時点で東北新幹線は大宮駅から盛岡駅で運転を見合わせていて、郡山駅から仙台駅で停電が発生しているということです。上越北陸新幹線は運転を再開しています。この後も引き続き地震の情報をお伝えします。それでは引き続き地震の情報をお伝えしてまいります。気象庁によりますと、午後11時8分ごろ、今から2時間ほど前に最大震度6強の地震を観測しました。最大震度6強を観測したのは宮城県の蔵王町、そして福島県の相馬市、国見町、新地町です。その後最大震度3の地震が東北で2回起きました。この後も地震が続く恐れがありますので、皆さん十分に注意をするようにしてください。そして今後用意しておくべきことをお伝えします。揺れが怖くて眠れないという方もいらっしゃるかもしれません。ベッドの隣に靴やスリッパを置いておいてください。そして懐中電灯を備えてください。足元は暗くて危険な状況となっています。今できることをして声を掛け合ってこの状況を乗り越えてください。そしてエレベーターも停電で止まっている恐れがあります。皆さん階段を使うようにしてください。そして宮城県の停電が起きている地域が多くありますので、皆さんこれから停電する恐れもあります。スマホの充電などをしてこれからの停電にも備えるようにしてください。落ち着いて行動してください。慌てずに周りを見るようにしてください。そして普段通っている道も土砂崩れ、そして陥没、ブロック塀が倒れていたりするかもしれません。皆様、これからまた再び地震が起こる可能性があります。足元が見えずに暗くてとても危険な状況です。落ち着いて行動するようにしてください。そして停電をしている地域が多くあります。加藤官房長官の会見でも、東京電力管内で86万戸、東北電力管内で9万戸の停電が起こっているという情報がありました。皆様、今できることをして備えるようにしてください。引き続き地震の情報をお伝えします。お伝えしていますように、昨日午後11時8分ごろ、宮城県と福島県で震度6強を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はないということです。また気象庁はこの後午前1時10分ごろから記者会見を行う予定だということです。情報が入り次第お伝えします。震源地は福島県沖で、震源の深さは60キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 7.1 と推定されます。この地震による津波の心配はないということです。また日本道路交通情報センターによりますと、地震に伴う安全点検のため上下線で通行止めとなっているのは、常磐道の水戸インターチェンジから渡利インターチェンジ、東北道では西那須の塩原インターチェンジから平泉前沢インターチェンジ、山形道の村田ジャンクションから佐賀江インターチェンジ、東北中央道の一部区間となっています。また東京電力によりますと、14日午前0時29分現在、広い範囲で停電が発生していて、東京電力管内の全域で80万9430戸が停電しています。
現在事故があった設備の確認作業を行っているということです。お伝えしていますように11時8分ごろ宮城県と福島県で震度6強の揺れを観測する地震がありました。あとそれではこれから気象庁の記者会見をお聞きください。大丈夫でしょうか。はい、よろしくお願いします。